サミュエル・ティルデン、サミュエル・ジョーンズ・ティルデン、1814年2月9日から1886年8月4日はアメリカ合衆国の弁護士、政治家である。ニューヨーク州知事となった後に1876年大統領選挙に民主党候補として生ましたが、19世紀アメリカで最も多くの論争を巻き起こした選挙となり、選挙人投票でわずか1票差で敗れた。 アメリカ合衆国大統領選挙の歴史の中で一票差の落選者は他にいない。ティルデンは政治改革者としてニューヨーク史実業界との結びつきがあるブルボン民主党員であり、たまにイホールの汚職と戦い、また税金を低く抑えておくために奮闘した。ティルデンはニューヨーク州ニューレバノンで生まれた。ティルデンと名のつく他のアメリカ人と同様、 17世紀アメリカの初期イギリス人開拓者、ナサニエル・ティルデンの子孫と考えられている。ティルデンは、ニューヨーク大学、当時、公式には、ニューヨーク市大学とされたで学び学士となった後に、ニューヨーク大学法律学校、当時、公式には、ニューヨーク市大学法律学校とされたお講師、1841年に、法廷弁護士として認められ、熟練した、顧問弁護士となって、 1850年代の不安定な鉄道ブームの時代には顧客として多くの鉄道会社を抱えた。その法律実務は抜け目ない投資家たちと組んで金持ちになった。1848年、マーティン・バン・ビューレンと個人的なつながりがあったために、バーン・バーナーズすなわちニューヨーク民主党の自由土地派の改革運動に参加した。 この自由土地派から共和党に参加しなかった数少ないものの一人でもあり、1855年にはニューヨーク州検事総長の選挙で反奴隷制派の候補者になった。南北戦争終戦後、ティルデンはニューヨーク州民主党委員会の委員長になり、間もなくニューヨーク市の悪名高いトウィードの組織との紛争に巻き込まれた。腐敗したニューヨーク藩児たちは、 この組織の道具であり、ティルデンは1872年にニューヨーク衆議会議員となった後で、改革の側に立ち、判事の弾劾裁判で指導的な役割を担った。組織の特定メンバーの銀行感情を分析することにより、裏金が分割されていた原理の法的証拠をつかんだ。1874年には、改革を心に抱く知事として、第二の略奪者組織。 ニューヨーク州の運河を不正管理することにより、組織的にニューヨーク州を食い物にしていた党派の構成員から、なるキャナルリングに注意を向けた。ティルデンは、この組織を破壊することに成功した。ティルデンのニューヨーク州知事としての功績によって、大統領選挙でもその候補指名を得た。百七十六年、アメリカ合衆国大統領選挙の時、ティルデンは、一般選挙で、 共和党の対抗馬、ラザフォード・ヘイズよりも多くの票を獲得し、民主党が南北戦争後に政治の場に戻ってきたことを証明した。しかし、選挙人選挙の結果は、フロリダ州、ルイジアナ州及びサウスカロライナ州がそれぞれ議会に2組の選挙人病を送ってきたために問題ありとされた。この他に、オレゴン州の選挙人1人にいても論争が起こり、 実質的に資格を剥奪された。共和党は、レコンストラクションの間、南部の州政府を支配していたが、圧倒的に多い民主党支持白人には不人気であり、南部白人の多くは、北部からの干渉と考えるものに不満を抱き、共和党を南北戦争の責任があるものと、非難していた。その結果として、これら3州の選挙人票は一組が共和党の、 ヘイズに投ずるものであり、もう一組は民主党のティルデンに投ずるものだった。これら三州を除いたときに、ティルデンは184の選挙人票を得ていたが、大統領に当選するには185票が必要であり、一票足りなかった。三州のうち一州でも取ればティルデンは大統領になれた。しかし、ヘイズが問題とされた三州すべての票を取れば、 その選挙人票は185票となり当選するはずだった。アメリカ合衆国憲法には議会がそのような論争を解決する手段を規定していなかったために憲法の危機が起ころうとしていた。共和党が選挙結果について大胆に異議申し立てをする一方で、ティルデンは当選を求めて戦うでもなく、その支持者たちに指導力を発揮するでもなく、 支持者たちを当惑させ失望させた。その代わりに、1ヶ月以上にわたって、過去1世紀の選挙人病の完全な歴史を準備し、選挙人病を数えるのは、上院議長ではなく、伝統的に議会の仕事であることを示すために、費やされた。議会の指導者たちはこの危機を解決しようとして、15名の委員からなる選挙委員会を作り、どちらの選挙人病が有効かを決定させた。 その委員としては、共和党が多数である上院から5名、共和党員3名と、民主党員2名、民主党が多数である下院から5名、民主党員3名と、共和党員2名がまず決まった。残りの5名は合衆国最高裁判所から選ばれることとしたが、当初は、共和党員2名と、民主党員2名、さらに独立系の判事デイビッド・デイビスだった。しかし、デイビスが、 イリノイ州から合衆国上院議員に選出されたために最高裁判事を辞任した。共和党員のジョセフ・ピー・ブラドリー判事がその代役に選ばれた。委員会の評決では党の選に沿って8対7で3州の全投票を平図のものと裁定した。しかしこの論争は終わらなかった。民主党が上院における議事妨害をすると脅した。 最終的に1877年の妥協がなり、民主党がヘイズの当選を認める代わりに、ヘイズは南部に駐在する連邦軍を引き上げることに同意し、南部における共和党のレコンストラクションを終わらせる子になった。ティルデンは、その敗北にあたって、私は大衆の贈り物として最高位に選ばれ、しかもその職の心配や責任もなかったという評価を、 後世の人から受けることになるという意識を持って、公な生活に戻ることができると語った。1878年、共和党機関紙、ニューヨークトリビューンは一連の暗号による伝文に、その翻訳をつけて公開し、1876年の選挙に続く危機の間に、ティルデンのオいである選挙マネージャー、ティルデの家を選挙本部に使っていたが、 サウスカロライナ州とフロリダ州の選挙人病を買収しようと交渉していたことを明らかにしようとした。ティルゲンはこれらの伝聞について全く知らないと断固として否定したが、その老いが送ったことまでは否定しなかった。暗号伝聞はその評判を著しく弱めた。ティルゲンはその結果を甘んじて受け入れる要追随者を説得した。その健康は1876年以降衰え。 政界からも引退して、ニューヨーク州ヨンカーズに近いクリーンストンの田舎屋で、イントン社として過ごした。ティルデンは1886年に、独身のままで死んだ。その財産、推定700万ドルのうち、約400万ドルは、ニューヨーク市の自由公共図書館と読書室の建設と維持のために依存された。しかし、その遺志は、親戚の者から、異議をした手があり、 約300万ドルのみが当社の目的に当てられた。1895年、ティルデン新宅が、アスター図書館とレノックス図書館と組み合わされて、ニューヨーク公共図書館の設立となり、その建物玄関には、ティルデンの名前が記されている。グラマシーパーク南15番のサミュエル J、ティルデンハウスは1860年からティルデンの島で住んだ家であり、現在は、 ナショナルアーツクラブが使っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。